中村信夫中村信夫は日本の俳優。本名同じ。北海道小樽市出身。長女は女優の井出美奈子。次女も女優の中村マリ子。聖火は岐阜県の氏族で小寺義次郎の七男。次男は小寺健吉。三男は小寺蓮吉。四男は小寺祐吉。五男は小寺俊吉。幼少期年の離れた姉。 都市と中村税夫妻の養子となり、東京に転居する。東京海星中学校卒業。海星中学校の同窓生で川尻東継鳥山春菜、青柳忠政土方正、肘方まっさなどと1926年に人形劇を公演し、これが後の人形劇団、プークの元ととなる。青年期には画家を志すが断念し、舞台俳優となる。築地座を経て、 1937年、杉村春子らと共に、劇団文学座を創立。以来、銅座の中核的存在として活躍した。養夫が、小松製作所社長であったため、戦中の文学座の疎開が、小松市の小松製作所の寮へとなる。1957年には、文学座理事に就任、運営面でも、銅座の中心人物であった。 1963年、戯曲、喜びのことの上演中止をめぐり、三島幸男、南義江らと共に、文学座を脱退。当時、文学座の最高幹部だった中村の大団は、文学座に、大きな衝撃をもたらした。翌1964年、劇団、NLT 創立に参加。1967年、木の国ア演劇賞受賞。 1968年には、ミシマラと NLT を脱退し、劇団ロマン劇場を結成するが、その後三党の自決により劇団は解散。福田恒ネアリが理事長を務める現代演劇協会の、付属劇団、劇団雲へ入団するも、1975年に、今度は、現代演劇協会が、内部分裂を起こしてしまった。 その後、芥川博士らと対談して、演劇集団演を結成した。舞台では、文学座の中心俳優として、岸田国史、久保田万太郎、三島幸男など雑木の劇作家の儀曲を中心に、翻訳劇に至るまで幅広く活躍した。特に、三島の儀曲の美しさに浸水し、このことが文学座での安定した地位を捨てて参考と、 最後まで行動を共にするきっかけとなった。三島の自決とロマン劇場解散後は、新たな方向を模索し、不条理劇などの全英劇にも、挑戦。1972年より11年間に、渡って、ウジェヌイヨネスコ作の、授業を毎週金曜日夜に、渋谷の小劇場ジャンジャンで欠かさず上演し、伝説となった。また、 1970年代中頃からは、別役実る作品の常連となり、演劇集団演公演や小山事務所、プロデュース公演などにはなくなるまでほとんどすべて、出演し、別役作品の顔というべき存在であった1991年7月5日午前5時7分、心不全のため、東海大学医学部附属東京病院で死去。舞台のみならず、映画、テレビにおいても、 数多くの作品に、主に、脇役として出演。その風貌から、学者、弁護士などの知的な役柄を得意としたが、ひょうひょうとしたコミカルな役どころも数多い。特に、小津安二郎監督作品の常連で、悲願下、秋日和、三魔の味では、北竜にとともに、主人公の友人役で出演した。その他、黒沢明監督作品にも多く出演した。 テレビドラマ、白い巨頭の東教授は当たり役で、タンポポでは、そのイメージを逆手に取った、老紳子役を軽妙に演じた。エッセイストとしても知られ、著書、俺のことなら放つといては、第34回日本エッセイストクラブ賞を受賞した。インは、小津安二郎監督作品。インは、黒沢明監督作品。ありがとうございます。